こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。海上自衛隊潜水艦がどんな任務についているのかご存知だろうか。日々、日本領海内を防衛任務についている。そんな極秘だらけの日本潜水艦情報をキャッチ。今回は海底での領海内を侵入した中国原子力潜水艦を例に挙げて詳しく話していきますね。中国の原潜も性能はアップしているだろうが、日本はもっと性能アップしていることを思い知る出来事がありましたよね。日本の潜水艦テクノロジーと中国の潜水艦のそれの格差は異次元レベルになりつつあるのではないかという評判です。まず、日本の潜水艦は敵に音を探られない静粛性にかけては世界でも有数の高性能を誇ります。ということは最大にして最高の武器を保有しているということになります。これに対する中国潜水艦ですが、通常動力型潜水艦は爆音を立てるし、原子力潜水艦に関しても凄まじい騒音とか、潜水艦に必須の性能、それも優れたを有する海自の潜水艦。大きな音を立てて航海する中国潜水艦は、まさに、さあ見つけてくれと言っているようなものです。なので発見するのも、至って簡単。はっきり言って、朝飯前の仕事。海中のどこに潜んでいるのかも、すぐに判明できると言います。万が一、中国潜水艦が日本海域に侵入しようものなら、海自は即防衛任務に取り掛かり、対応することになります。瞬時に対応すると言って良い海自相手というのは、中国にとっても最も敵にしたくないと考えるのではないでしょうか。今回は、そんな中国原子力潜水艦の話題です。4年前の2018年、年の初めに、発生した事件がありました。中国海軍の攻撃型原潜、昭九と見られる艦艇が尖閣諸島の近海で海面へ浮上し、自分の国籍を明かす中国国旗を掲げたという事件です。これは潜水艦にしては不可解な行動と世間を騒がせました。中国海軍寄りの意見としては、尖閣諸島が中国の領土であると見せつけるために昭九原潜がこんな行動を起こしたというものでしたが、軍事的に考えると不条理ということです。単純に考えても潜水艦というものは海中に潜んでその居場所を敵に悟られてはいけない存在のはずです。これは中国海軍のこの昭九原子力潜水艦だけではなく、現在活動中の潜水艦は敵に己の位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の前提条件であるはずです。そうでなければ潜水艦の任務を遂行することはできません。現在ある潜水艦はその使い方によって大きく二つに区別されるようです。
一つは、今回の小級のような戦術的攻撃型潜水艦で、もう一つは、潜水艦搭載用の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦です。といっても、真のところは、どの潜水艦でも大した差がない。同じようなものと言えましょう。なぜなら、潜水艦は敵の攻撃に対しての防御力が高いとは決して言えない兵器です。つまり、居場所を特定されてしまったら、水中に潜んでいる優位性をなくすことになり、敵の攻撃を受けたら行動を封じ込められてしまうことになるからです。香港のマスコミでさえ、小級潜水艦は海上自衛隊に位置がバレてしまったが、それに気がつかず、尖閣諸島の近海へ侵入してしまった。しかし、海自の必要な追尾に逃走を諦め、浮上しなければならない羽目になったと指摘しました。この小級原子力潜水艦の初舷ですが、全長 107M、幅 11M、潜水艦の大きさを表す排水量は6000〜7000トンで、2006年、平成18年頃から収益が始まった艦ということです。小級原子力潜水艦は、形式的には093型原子力潜水艦に分類されます。091型艦、旧原子力潜水艦に続いて、中国海軍が建造した国産2番目の攻撃型原子力潜水艦と認識されている潜水艦です。ちなみに、昭は中国古代に存在した伝説に近い王朝で殷とも呼ばれます。漢は項羽と劉邦の戦いで有名な前漢、三国志の前時代である五漢などでご存知の方も多いと思います。共に歴代王朝の名前を潜水艦の名前につけるところに中国のプライドが感じられるような気がします。さて、小級原子力潜水艦の3、4番艦は長さが少し延長されて騒音が抑えられた改良型になっています。続く後、6番艦にも改良が加えられたので、バージョンアップしていると予想されます。093型小級原子力潜水艦の後継として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画が進行しているとみられます。敵に発見されないための静粛性を向上させ、対地上攻撃用兵装も充実させた新型艦が2020年前後には、収益をスタートすると推測されています。新型095型原子力潜水艦が収益したことが確認されるまでは、現状の093型小級原潜が、中国海軍における最新鋭攻撃型潜水艦と考えても差し支えはないようですが、今回浮上した、させられた対象の艦は改良型 093A 型だったようですね。この海事に追尾されて浮上したという今回の行動が本当に093型小級原潜の実力だったなら、日本側にとっては、組みしやすい相手と、判断できますから、むしろありがたいと思える存在のようにも思われます。もともと、海上自衛隊の潜水艦探知能力というのは、太平洋戦争後の、
東西冷戦時代、当時のソ連の潜水艦を敵と仮想して、培われてきたと言われています。旧ソ連の崩壊から30年以上も経過していますから、さすがに、この分野については、数で言えば中国にかないませんが、質では日本がはるかに高いと言えるようです。海自は、仮想敵の潜水艦を封じ込めるため、長年にわたって領海の海底に、センサー網を張り巡らしているそうです。だからこそ、中国の潜水艦を、個別単位で識別もできますし、驚くことに出航した時から、その動きを刻々と追尾することも可能と考えられています。その理由は、潜水艦には、それぞれの艦に応じた、音門と呼ばれるものがあります。人間でいう指紋のようなもので、同じものはありません。この潜水艦ごとの音門のデータを海自は保有しているのです。日々の任務で収集活動を行う中で、コツコツと蓄積されてきたもので、言うなれば、日本の領海防衛の用途例えられる根幹となるべき情報なのです。今回は、中国潜水艦が日本領海に侵入する恐れがあると判断した海上、航空の両自衛隊が艦船や航空機を出動させ、2日間にわたって追跡を行いました。そして、最終的には護衛艦がアクティブソナーを使用して警告を発したそうです。この追尾行動には海上自衛隊の潜水艦も参加していたと思われます。しかし、位置を把握されないように積極的な行動を起こすことなく、護衛艦のアクティブソナーに対応を任せた状況だったと考えられます。潜水艦の基本的な任務に徹したとも言えるでしょう。このような観点から見ると、いざとなったら海自潜水艦が当該原潜を沈めてもおかしくなかったのではないかという意見もあるようですが、ちょっと飛躍しすぎていると思われます。中国海軍がどんなに挑発的行動をしてこようと、自衛隊は実際の武力行使に及ぶことはありえません。それに至るには政治的なハードルが高すぎますし、撃沈という事態になってしまったら、平和憲法下の日本は国際的にも非常に難しい立場に陥ることになるでしょう。最近の紛争を見ると、先進国の軍隊は自軍の損害をなるべく少ない範囲で抑えることが作戦行動の大原則となっています。アメリカのイラク攻撃のような一方的な展開は現在では起こしにくいのです。アメリカほどの超大国でも国際的非難にさらされることはなるべく避けたいと考えているはずですから、もちろんこういう状況は中国でもある程度までは同じ感覚でしょうが、中国が自国領土と主張する地域、南シナ海、台湾など、そして尖閣諸島にも進出してくる可能性は十分あります。そうした事態の抑止力として、今回は中国に対して自衛隊の鉄壁ともいえる防御網を知らしめることになりました。日本がその気になれば、自分たちは撃沈されるかもしれないと思わせたことが重要だったと考えられます。
アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明。日本としては嬉しい限りです。今回尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか、それ以上の危機として、東アジアにおいて一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ役割を果たすよう求め、防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが、改めて確認され明記されたのである。2、日米安全保障条約第5条では、各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について、上院外交委員会のメネンデス委員長は、声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて、中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んではおらず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、
国益を脅かす者には、対抗していくと強い反発を示している。2021年になってから、インド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日、米、欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国は、ここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として、干渉を、埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては、日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して、海峡局艦艇を派遣して、日本の領海に居座らせ続けている。さらには、台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで超えることが、ほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による、台湾防空識別圏 ADIZ へ侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は第7艦隊所属の駆逐艦による、航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に中国は4月5日空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、日、米、豪、印、4カ国にフランス海軍も、参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に、対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍による、G 行動にはもう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から菅首相に対して台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には、安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては、台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとっては、どうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも、日本の後方支援を必要としているのである。これに対して、
菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが、菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする新中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策を強固に進める米国ですが、今回、大統領選挙中に中国に対する警告とも思われる警告が行われました。戦略爆撃機の中国への侵入です。では、どんな作戦だったのか、詳しく話していきますね。たまには、逆の立場になった方がいいかな。2020年11月27日、
香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは、アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が中国の防空識別圏に侵入したと報じており、アメリカによる中国牽制の示威行為だとみられる。サウスチャイナモーニングポストは、この情報を民間の航空機、追跡サービスであるエアクラフトスポットから引用しており、それによれ、バビー 1B 戦略爆撃機2機はアメリカのグアム島から発進したという。グアム島のアンダーセン基地から発進した B-1B 戦略爆撃機2機は、空中空輸機2機も追反させており、これらからの空中給油を受けながらまず北西の日本方面に向かい飛行、以後、台湾方面の西へ向かった。そして、その方向のまま、東シナ海の中国が設定している。防空識別圏に侵入した模様で、この動きを受けた中国空軍は、戦闘機2機をスクランブル発進させ、B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したという。中国軍は、今回の B-1B 戦略爆撃機2機が侵入した東シナ海をはじめとして、南シナ海、渤海などの4カ所で、この当時、同時に軍事演習を敢行しており、それらに向けたアメリカの牽制行動だと思われる。ことに、2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為は、多発しているが、台湾空軍主力の150機の F-16A-B ブロック20戦闘機は、1990年代調達の機体につき、老朽化が激しく、ちょうど訓練中の、事故発生から飛行停止中だ。こうした台湾の防空面での危機的な状況もあり、アメリカ空軍は今回、B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと見られており、台湾へのアシストを狙った行動だったのだろう。サウスチャイナモーニングポストは、今回の件をアメリカが B-1B 戦略爆撃機ほどの大型の軍用機にこのような飛行をさせることは稀であり、かなり直接的な中国への警告だと推察している。B-1B 戦略爆撃機は1970年代に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機であり、現在は吸収したボーイング社が供給しているが大型の爆撃機として稀有な可変翼を持つことで知られている機体だ。まず、4機が試作機 B-1A として製造されたが、今回の B-1B はその改良、量産型として登場し、1986年の実戦配備から、現在まで200機が収益、1990年代に、米ソの冷戦構造が終了したこともあり、未だ現役を続行している。B-1B 戦略爆撃機は、乗員4名、全長 44.81 メートル、全幅最大 41.67 メートル、最小 23.84 メートル、全高 10.36 メートル。エンジンターボファン4機、爆弾搭載量機内 34.02 トン。機外 26.7 トンを誇る。この機体で、最高速度は約マッハ 1.25、航続距離約12000キロメートル。胴体内には3つのウェポンベイを持ち、自由落下式の無誘導爆弾から、精密誘導の爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能だ。
B-1B 戦略爆撃機は、2001年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦など、複数の中東方面での豊富な実戦投入経験を持っている。ただし、当時の米ソ冷戦終結の時代背景もあり、1994年には第二次戦略兵器削減条約、スタート、II の制限対象となったため、現在配備されている。機体は、前期が核兵器運用能力は有していない。B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機への搭載のため、調達を進めているジャスムやルラスム等の巡航ミサイルも運用可能であり、空対地、空対艦攻撃に使用可能だ。ジャスムは正確にはジャスム ER であり、その最大射程距離約 925km に及ぶ空対地攻撃が可能な性能は、敵の射程距離外から攻撃を行うスタンドオフミサイルだと防衛省は表現している。ルラスムは空対地巡航ミサイルであるジャスム ER をベースに空対艦巡航ミサイルへと発展させたものであり、ジャスム ER 同様の敵艦向けのスタンドオフミサイルと考えることができる。なお、ジャスム ER は、すでに、2016年より、さらに、射程距離を2倍以上となる、約 1900km まで延伸した新型の、ジャスム XR の開発も、進められており、いずれ日本でも調達されると考えられる。ただ、これら、ジャスム系の巡航ミサイルは、射程距離の延伸は確実に進んではいるものの、速度そのものは以前亜音速の巡航ミサイルであり、その速度ゆえに敵から迎撃される可能性は依然として残る。2020年9月には中国の SNS 上に中国空軍が投稿した動画が出回り、それは同空軍の H6 キロ爆撃機が、グアム島のアンダーセン基地と、おぼしき目標を、空対地巡航ミサイルで攻撃する内容となっていた。これが実際に可能となれば、今回のようなグアム島の、アンダーセン基地からの B-1B 戦略爆撃機発進は、困難となるわけだが、すでに、アメリカ自体もこれを憂慮し、戦略爆撃機を本土に戻す動きをしている。今後は、こうした長距離巡航ミサイルの長射程化や極超音速化の影響で、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態が、深刻化していく可能性が高いだろう。